あ、大家好、お疲れ様です。好、どうも。ということで、今日は、サシ君と旅行に行きます。バックパス、初めてだ。这一次是爸爸也是生日、大家去東京旅行。这一次的行程起发点是东京，所以要去东京站。其实呢，我是东京人，但是东京的旅行比较不熟，所以我用了这个网站，これ、ベルトラ。这个ベルトラ是有日本的旅游的话，もう到处都有。那边有专属的 APP， 丸の内南口乗り場。这个 APP 是。当天的详细的事情全部都可以看得到。我们走到新宿站那边，所以这个旅行是在预定的时候有写那个集合点，所有参加的人是那个时间之前一起集合，然后一起出发这样。新宿です。こちら。はい、我们来到新宿站里面的，这里呢就是大家会迷路的地方。然后爸爸穿的衣服是我画画的。应该是高中生的时候画画的。到了，哎，来到东京站的话呢，一定要来一下这边呢。哦，你看，集合的时间是11:20。ハトバス。でもこれ日本人は誰でも知ってるよね。ハトバス。これは知ってるよね。然后东京站差不多走路1分钟而已。在这边首先登记，然后这个ベルトラ的 APP 里面有那个先进的书，这个给他们看。收电吗？嗨。代班了，我们是第一排，因为呢这个公车的名字叫做哈多巴斯，吉祥物是鸽子，东京的两大塔禁烟。どうぞよろしくお願いいたします。問題です。東京タワーは何メートルでしょう？はい。一般的人是在这边要排队，但是我们不需要排队。東京タワーの真ん中に来ました。あそこの丸いのは富士だから、あっちがお台場。あっちお台場だ。で、あの辺が元築地で、あの辺豊洲でしょだから。こんにちは、どうも。ありがとうわ、どうも。何してるんですか？ガイド、あなた誰？いくらおしゅうです。私はホンダをって言って台湾を一周するのが夢なの。俺の？はい。リアルバージョン。めっちゃリアル。どういうふうにガイドするか教えようか。あちらですよ、スカイツリーは。頭の方向。夜だったらこういうのが見られる。そうなんですよ。これが23区で一番高い山なんですか？そうです。山の上にある建物が元 NHK なんです。今は博物館。富士山どっちでしたっけ？頭の方向。スカイツリーが？頭の方向ですね。スカイツリー向こう。はい。お台場が？お台場があっち。我叫ノポン、グーグー。ありがとうわ。またねー。またねー。戻ってきた。東京タワーどう？お腹すいた。お腹すいた。並べはまあまあいいね。いいよね。本当に東京タワーって真ん中にあるのね。お台場もスカイツリーも。ね、春が決めたんだもん。いいよ。いいね。左は国会議事堂です。ホテルに来たよ。大家，我们来到餐厅了。餐厅的话，大部分都是包含在里面，但是这些酒的部分是另外要时间。这个里面最好吃的是这个，大肉。おかわり。いっぱいです。你看这个是平整，然后。
さ、いろんなとこ観光に行ってるけどさ、やっぱ東京ってすごいなって思うとこがあって、何が一番困ると困るぐらい物があるからね。もう何でもあるのよ東京って。いろんな地方のすげえものがみんな来るから、コンサートも展覧会も美術館も、東京はやっぱ一番の理由があるよね。すごいね。ちょうど三社祭り、はい、今日結びます。解掉就是解释的意思。Cheers. Cheers. How do you feel Japanese matsuri? I love Japan. This is my sixth time to Japan. I like the Japanese people. They're very similar to Americans. Really? Because they like to have fun. Yeah, I know. And honestly, I've been to China, I've been to Turkey. Japan people are very much like Americans. They like fun. To have fun. Yeah. But they're so nice. Thank you. Hey. かわいいね。なに、早いです。次の地点は前朝最大の地点。つけたところは良くなるんですけど、頭が良くなるらしいよ。髪の毛が生える。公園です。天道外国人是从原地翻丢进去，但是不可以。天道的进去的丢就好了。从下面丢就好，不要从上面丢。你以为是你是リムイラン？いい感じ。いや、これはすげえな。編集に時間がかかる。この編集は考えたくない。金光大楼 S A 雷瓦，这个也当然是包含在那个一开始付的费用里面。我们这一次的旅行是差不多日币9000块左右一个人呢，日饭全部通通都有，我觉得这个是超值得的。只有50秒，这个太漂亮了。在的地方是350公尺这边，買ってる。お土産ね。お土産。お土産です。ということで、1日東京旅行終わり。どう面白かったよ。だよね。もうなんかすげえ面白かった。もともと名前が二大タワーみたいな、タワーだけかなって思ってたら、すげえいろいろ他にあるのね。今回はね、浅草のお祭りもあったし、天気も良かったし、あとはそのバスの中でいろんなところを紹介してくれるから、それも面白かったな。東京の今まで僕が行ったことないところも相当回ってくれたから面白かった。11時半から今がもう7時間の旅行ですね。満足だね、本当に。東京の人でも相当楽しめるし、外国人でも絶対面白いね。おすすめです。今回はとバスなんだけど、予約したのはここね。これ
見えないと思うけど、これベルトラっていうあの旅行会社のアプリ。日本旅游的话，超级超级大的一个旅游公司。而且现在今天的呢，这个旅游来讲，真的超级满意。这个网站是全球的旅游的行程都有，但是日本的话真的超级超级多，因为是日本的公司嘛。所以如果是呢，大家想要这样子跟家人啊，或者是自己来日本东京旅游的话，多多用看看吧。而且这个网站 APP 是有中文版，用起来超级方便，提醒啊，或者是订的是哪里，或者是集合点是在哪里什么的。所有的东西从这边可以看得到，而且很清楚。大西君，今回の旅行で一番良かったのは何？二度目の東京タワーとスカイツリーが三回目。何回登っても多分発見できる部分が新しいのがあるね。いろいろあるから楽しいんじゃない？何回来ても良かったねってやつ。良かったねって。で、僕の一番良かったのは全部任せられること。何にも考えなくても遊べる時間とかね、あとは見どころとか全部教えてくれるから、こういう旅行もいい。東京を知らない初めての人、何回かしか来てない人にとっては一時いいかもしれないね。そうそうそう、うん、1日で2個タワーを登るっていうのは自分でやると多分すげえ大変だと思うから、自分で来たら1つで終わり、1つで終わるね。自分で来たらもう2つは見られない。おすすめです、東京に遊びに来てね。東京面白いとこいっぱいだから。那么大家如果大家喜欢这个影片呢，请大家多多订阅、关注、YouTube 请按赞、然后分享。我有 Facebook 粉丝团，也有 Instagram， 请大家追踪一下。没有多的资讯，还有 APP 的事情什么的，全部都写在说明栏那边，所以请大家看一下。もう間もなく東京駅に到着いたします。明るく走るのよ。ありがとうございます。天漂亮吧，大家来一下东京吧。